墳急前傾前方部難方向より。埋葬施設左に第一主体部、右に第二主体部。亀塚古墳は大分県大分市里にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。大分県では小熊山古墳と並び最大級の規模の古墳で5世紀初頭の築造と推定される。 近年の住宅地開発などで周辺の古墳調査が進み、一帯は仮滅化古墳群として認知されつつある。墳中は前方部を南に向けた三大構築で、全長116メートル、高さは前方部7メートル、後円部10メートルで、西側の首レ部に作り出しがある。墳中は白い石英室の吹石で覆われていた。 埋葬施設は前方部分庁に2つ設けられており、第1の埋葬部には長さ3.2メートルにも及ぶ大型の箱型の組み合わせ式石棺が埋められており、第2の埋葬部はその東側に後から設けられた。すでに洞窟を受けていたが、炭鉱、鉄塔の破片、滑石製の真が玉、壁玉製の下玉、ガラス製の小玉などが出土している。 古墳域は1996年3月28日に国の史跡に指定されている。4世紀末から5世紀前半と推定されている。古くから海婦王の墓であると伝えられており、日本初期にもこの地に海人部が設置されていた記録があることから、海婦民の主張が埋葬されていたと考えられる。大規模な洞窟によって石棺が破壊され、 大半の副葬品も持ち去られてしまっていたが、紛糾の保存状態は良く、上空からもはっきりと前方公園墳であることが確認できる状態であった。ただし、周辺の整備は平成に入る頃まで、ほとんど行われず、車道から竹や部に入る獣道をたどっていくと、不法投棄も多く、それを越えていくと、突然視界が開けて、姿を現すという状況であった。 1996年に国の史跡に指定されたことから、加塚古墳公園として大規模な保存事業及び観光開発が行われた。古墳は部分的に吹き石や埴輪のレプリカなどが置かれ、築造当時の様子が再現され、展示施設として微力ながら天古墳資料館が建設されている。海賊古墳資料館加滅古墳の出土品のほか、大分各地域の古墳について、 豊富なジオラマなどで展示解説されている。10月、開封の祭りと題して創造上の古代衣装を身に、つけた開封日名や市長行政関係者などが古墳の周囲を回り、族長が海、山、川の幸を奉納する儀式を行う。史跡指定による観光開発の一環として始められたが、年々集客率が低下してきている。 小がみつ古墳、小がみつ古墳、石棺、小がみつ古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。